今日はあは僕があのここに来たのはワールドシフトというこのことを伝えるために来ました、えー、とそれだけを伝えて帰りますのでそれだけを覚えて帰ってくださいワールドシフトワールドとシフトの間にスペースがありません世界を変化させる世界は変化している ワールドシフト、このキーワード、これ5年前にアービン・ラドロという方がこのキーワードを考えたんですけども、それをぜひみんなに知ってもらいたいと思いました、そしてこの四角から矢印というこのアイコンですね、これを電通の並川さんという方にデザインしてもらって、みんながこれ共有できるような形にしてます、これ、クリエイティブ・コモンズということで、この画像を自由にダウンロードできるんですね。 それでここに書いてもらうということがワールドシフトなんですがえとまずちょっと一個質問をしてみたいと思います。世界は悪い方向に変わっているのかいい方向に変わっているのか皆さん、どう考えています世界が今、悪い方向に変わっていると思う人手を挙げてください。ああ、じゃいや、世界はいい方向に変わっていると思う人。 半々ぐらいですねはい。じゃあ悪い方でもいい方でも両方の方に質問いたしますそのためにあなたは何かやってますかやってると言える私は何かアクションしてると言える人は手を挙げてください さすがテッドだけあって <laughs> 小さく手を挙げると思いますけれども <laughs>、はいあのー、ぜひ、あのー、帰るまでにはですね、えー、小さなことでもいいから何かアクションが始められるというところに持っていきたいなと思ってるのがワールドシフトなんですけれども今日時間があまりないのでちょっとどこまで喋れるかという感じなんですけれどもまずちょっと,、えー、とワールドシフトのこの言葉ができた背景のご説明をいたします。 はいあのー、この映像皆さん見たことありますよねあえてちょっと会場を暗くさせてもらったんですけれども1968年12月のアポロ8号が撮影した、えー、アースライズと言いますね この下にあるのが月の地平線ですねそして、えー、アポロ8号というのは地球からピューッとこっちにやってきて月,の月を半周して、えー、地球に帰ろうとしているわけですねそして地球ちょうど半周した時に地平線から日の出のようにこの地球が登ってきたそれがアースラーズですね、まあ、この映像も誰もが見たことがあるもしまたこの映像かよってゴア,アルゴアとかもね不都合な、ね、真実で最初に使ってたりしたい誰もが知ってると いう映像なんですけれども僕はこれねあえてこの映像を心に刻んでもらいたいと思うんですね人類は10万年の歴史があるわけですけれどもこの映像を見ることができたのはまだ50年経ってないんですよ僕たち子供の頃からこれ見てるからこんなの当たり前だと思ってたんですけれどもちょっと考えてみてください広島に原爆が落ちて、えー、長崎に原爆が落ちてえー アウシュビッツでたくさんの人が殺されたあの戦争の時この映像を見,て見たことがある地球人は一人もいなかったってことですね10万年の人類の歴史の中でこの地球の姿というのを初めて見た最初の世代なんですね我々はこれどういうことかということ,えと僕はこれはあの自我に目覚めたというのかな地球が。 えー、地球という惑星が初めて自分自身の姿を見たそんなふうにちょっとロマンティックに言うとねそんなことですね、あのーまあ、幼年期が終わっていよいよ思春期に入った自分たちの星はどんな星なのかということを思い悩み始めたわけですねでこの映像を見ているとここには国境がありませんそしてこの宇宙の中に本当にかけがえのない感じでぽつりと浮かんでますここのある水植物 そしてエネルギーそういったものは全部ここで循環させなければいけませんねでこのアポロ8号の宇宙飛行士たちはもうところが彼らは月に向ようやく月にたどり着いてぐるっと回ってこの映像を見た時に私たちは月を目指して生きてきたけども本当に必要だったのはここに来て地球を振り返ることだったんだっていうそういう言葉を残しています 実際に僕はこの映像がこの1968年の12月24日クリスマスなんですけれども今ずっと,えと中継の模様あれは聖書の一節を読んでますねこの聖書の一節で読まれている神,神様の言葉っていうのはここに見るともう本当にキリスト教とかそういう言葉をもう超えた一体こ,これを想像した人って何だろうこの奇跡何だろうってことを思ってしまいますね。 で実際この1968年12月24日なので、えー、1969、えー、19年の1月の雑誌とかテレビはもう本当にこれがあの地球上に広がったわけですねそしてこの映像を見て15か月後に世界最初の環境運動と言われている「スわせ」が始まりますそしてちょうどこの時はベトナム戦争が起きてますけれどもそのベトナム戦争というのも、えー、急速に反戦運動が 始まりまりすで我々はこの地球を見る最初の世代として新しいパラダイムをどんどん作っていくそんな時期なんですねしかしまだでも本当今まだまだ今僕たちが生きているこの社会の仕組みというのはあの子供の頃にまだこれを見ていない世代が作った仕組みシステムの中に生きていますねで多分おそらくこのこれから10年20年の間に全く新しい価値観の 世界が広が広っていくそれがワールドシフトということなんですねえっとこの映像が出た1968年から4年後に「成長の限界」という本が出ますこれローマクラブというシンクタンクが我々のこの文明というのは持続不可能である可能性があるってことを初めて言うんですね我々が無限に成長していくと思っていたものは成長がいつか終わってしまうかもしれない人類の危機レポートこれはあの えー、マサチューセッツ工科大学が初めてその、えー、コンピューターを使ったシミュレーションで、えー、加速度的に進みつつある工業化とか、えー、急速な人口の増加とか、えー、栄養不足、天然資源の枯渇環境の悪化というのをコンピューターに初めて入れてそして、えー、未来を予測した最初の、えー、ことですねでその結果、えー、世界には3つの危機があるということがわかります。 でそれは生態系の危機であり経済の危機でありそして社会の危機ということですね実は細かく見ていくと社会世界の危機ってのは100以上あるそうですね100以上あるんだけれども大きく分けるとこの生態系経済社会の危機これこの危機っていうのは、えーまあ、ちょっと地球に優しい行動をしようよとかそういう問題じゃなくてもう構造上のもの,あの一言で言うと文明そのものを転換していくというそんな時期なわけですね。 現在のまま人口増加や環境破壊が続けば資源の枯渇や環境の悪化で100年以内に人類の成長は限界に達するこれが成長の限界の言葉ですね実際世界人口っていうのは今ものすごいこういう指数関数的な曲線でこの増えてますねこのもうほとんど10万年の歴史ほとんど人類はあの増えてこなかったんだけども20世紀のこの間に本当に3倍近く今70億ですけども21世紀中には100億に達するとも言われてますね でこの指数関数関的な、えー、曲線例えばマルクスとかケインズとかそういう経済学者が、えー、経済学を考えた時期ですらまだこのぐらいのなんていうのかな、えー、こんな70億の人口がこの資源を、えー、奪い合うそんなことは考えてなかったでしょうね。一言で言えばもうこの図を見れば分かると思うんですけども21世紀は資源も環境も 共有し分け合う分かち合うそういう社会になるということそういう社会でなければ、えー、存続は不可能ということですね。 例えばこれエコロジカルフットプリントという言い方ありますけれどもあの我々世界のすべての人たちが日本人と同じ生活をしたとしたら地球は2個半必要だと言いますねこれは僕たちの資源とかの消費そして食料を使うためにどれだけの面積が必要かっていうことを計算したのがエコロジカルフットプリントっていうんですけどもそれだと日本人と同じ生活だったら2.5個必要これアメリカ人と同じだったらこれは4.5個必要だと言われてますね そして世界平均では1.25個1.25個地球はないんですよね地球は1個しかないつまり、えー、誰かが飢えてるし誰かがシェアできてない部分があるでこれを文明そのものを転換させていくというのが一つの大きな、えー、シフトなわけです地球1個分の暮らし自然資源ですね 資本主義っていうように言いますけどお金の資本主義じゃなくて例えば自然資本と言われているもの関係資本と言われているもの共感資本と言われているもの資本そのものというものも変えていく必要がありますね。 で、この、えー、成長の限界という本をの、えー、著者の1人がアーヴィン・ラズル博士という人ですね、えーまあ、ノーベル平和賞の候補などにも何度もなっているあの哲学者であってシステム哲学とか一般進化理論などの創始者とも知られてるんですが実は彼の講演会2009年に来日した時に僕は、えー、彼の講演会を聞きましたでその世界の危機的状況について僕が今前半話したようなことをラズル博士も話されたんですけれどもその危機的な状況を話している時にラズル博士はこういう 言ったんですね、しかしワールドシフトししかし今これは大きな文明の転換の時なんだその一言を聞いた時にこの危機は全て新しい人類のステージに行くための一つのチャンスでもあるということを感じたわけですね。 でそしてラズ、の終わった後ラズル博士にこのワールドシフトというこのキーワードこの言葉を、えー、一人の多くの人に、えー、伝えたいということをまあ言ってそして日本で非営利の法人を作りこのワールドシフトという言葉を、えー、広げていこうというそんなようなことこのワールドシフトという言葉を広げるというのは新しい言葉ができた時に新しい価値観が生まれ であの我々がそれぞれの人が例えばエネルギーの分野教育の分野、えー、保育の分野もそうですねさまざまな分野でやっていたことというのが大きな流れで一つの文明の潮流を作ってるんじゃないかというそんな直感からですでラドル博士はあの世界は今ブレイクスルーの道かブレイクダウンの道か二者択一の道を進んでいるというふうに言っています で持続可能な社会とかサステナブルって言葉聞いたことあると思うんですけれども僕たちはこのままの生活がずっと続くと思っている人が多いんですけれども今のままの生活スタイルで生きているのはブレイクダウンのシナリオなんですね今のままだとブレイクダウンするんですもしブレイクスルーの道を行こうと思ったら何らかの形でシフトが必要なんですねでこのシフトというのは、えー、もちろん先にこ あの時間が経経てば経つほど困難になりますね例えば森が荒れてる時に森を直すことは簡単だけれども砂漠になってしまったところを森に帰ることはすごい大変で貧富の差が少ない時だったら、えー、施しをしたりボランティアで助けることはできるけれどもそれが憎悪となってテロが起きるような状況になると、えー、貧困の差というのは本当に、えー、修復するのは難しい。 えー、もし文明の転換をするとしたらなるべく早い方がいいんだというのがこはラズル博士の考えこれは著あのー、ラズル博士の著作から、えー、使ってますけどワールドシフトというのは平和で持続可能な社会を作るために必要な変革でそれは人類文明の発展の在り方を根本的に変えることというように定義されてますでもその本質はここからが今日僕言いたいことなんですけども 世界が変わることではなく自分が変わることまさにこれテッドのこのテーマですねテッドというのはそれぞれの個人の素晴らしいアイディアをプレゼンテーションするわけですけれどもここにいる登壇者の人たちだけではなくて会場に来ていたそれぞれの人たちもそれぞれの職場それぞれの知見があってそれぞれの専門分野があってそれぞれの関心範囲がありますよねその自分たちの関心範囲のところでできることを半径5メートルからやっていく。 それがワールドシフトそ,のそれを宣言する仲間がつながることでワールドシフトは生まれるとそういうふうに考えていますはい、えー、各自がシフトを決意して宣言するということ、えー、どんな世界からどんな世界へどんな方法で上にはどんな世界からどんな世界へということを書くんですけれどもここのところの矢印ここをより具体的に考えていくということが大切です例えば原発から脱原発っていうように書いたとしますよねししかし 原発から脱原発、これちょっと小さいのでどういうこと書いてあるかというと、これ、教育、ガバナンス、スピーチャリティ科学、テクノロジー、環境、生態系、文化、メディア、コミュニケーション、経済、ビジネス、それにいくつかのジャンルに分けてるんですけれども、それぞれ書いた、それぞれのシフトというのを、例えばそのための法律はどうやって作っていくべきだろうか、そのための教育はどうするべきだろうか、そのためのメディアとかコミュニケーションはどうあるべきだろうかということを、具体的にそれぞれの人がそれぞれできる範囲で宣言してつながる、それがワールドシフト。 の、えー、ムーブメントです、はいえー、少し時間あのワールドシフトのさまざまな人たちの意見、これはフィリップ・コトラー博士といって経営学の先生ですね、奪い合う社会から分け合う経営学へ、えー、ジェツンペマさん、ダライ・ラマの妹さんです、暴力に満ちた世界から非暴力の世界へ、えー、それから内閣官房参与だった、えー、田坂志さん、機械論的パラダイムから生命論的パラダイム、えー、野中智世さんはお金のメモリーから命のメモリー。 それから今ちょうど来日してますセバン鈴木さんもメッセージもらってますねエネルギーのシフトとつながりのシフトということを書いてくださってます。 あと安倍総理の夫人の昭恵さん、対立から愛と調和ということを書いてますね、ちょっと時間がないので、田原総一郎さんとか、津田さんとか、それぞれの人がそれぞれのジャンルで、それぞれの宣言をしてくださってますね、しかし、このそれぞれの人がそれぞれの宣言をするということを超えて、有名人が何かをするってことじゃないんですね、誰もがシフトのアイデア、これは普通の学生です、学生の人も書いてます。 えー、ということで、えー、今日はワールドシフトの話をさせてもらいました。じゃ最後にちょっと映像を見ましょう。あ少し音を。どううのよう,いうに world What do you do for it? World shift.